トレンドニュースの高まりです。米国ダンドナルドリンクスで開催されている女子ゴルフスコットランド女子オープン第2日目が終了し、前日の首位から出た渋野日向子選手が5バーディー1ボギーの68と伸ばし、通算12アンダーで首位を守り、メジャー初出場で優勝した19年 AIG 全英女子オープン以来、米ツアー通算2勝目に向け決勝ラウンドに進出しました。後続との2打差もキープしました。さあ、お膳立てはできました。あと2日息を切らさず頑張ってくださいね。他の日本勢も4人全員が決勝に進出しました。勝みなみ、畑岡奈紗選手は共に69で通算3アンダーの14位に浮上。西村優菜選手は68で通算イーブンの39位。昨年優勝の古江彩佳選手は73で通算3オーバーの65位。今週はちょっと息切れした感じですね。あとは全英に向けて調整っていう感じでいいんじゃないでしょうか。ここでホールアウト後の渋野日向子選手のインタビュー動画です。お疲れ様です。ありがとうございます。今日もライスラウンドでしたけれども、一日を振り返ってみていかがでしたでしょうか。ね、スタートホールでボギーだったんで、まあ、なんか逆にそれが良かったかなと思いました。今日の一番こう天気になったといいますか、ビッグプレー教えてください。やっぱり2番で、まあ、バウンスバックできたのが個人的にはすごく良かったかなって思いました。まずはこうトップでこの予選を通過いたしましたが、はい、この週末残り2日間に向けての意気込み教えてください。まあ、明日はもうちょっと緊張するかなとは思うんで、まあ、なるべく自分のプレーに徹したいと思います。明日も期待しております。ありがとうございます。ありがとうございました。顔がほころびっぱなしでしたが、今日はちょっと引き締まった顔になりましたね。明日からの決勝への決意が伺われます。最後に一般の方のコメントの紹介です。ドライバーショットがブレていたのにパーオン率が完璧に近かった。アイアンショットが好調だったのですね。素晴らしいです。ラフからのショットが相当良かった結果ですが、あと2日間期待できますね。以上コメントの紹介でした。渋野日向子選手にとって明日3日目が大きな山場になりましたね。今までの借りを一気に吹き飛ばしましょう。期待します。ということで今回の配信を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。感謝です。また次の動画でお会いしましょう。楽しみにしています。